はい、どうも。今回はもう、ノキア。ノキアからやっていきます。まあ、とりあえず多分もう主人公が捕まった方がそこを救出した。始まった。ねね、ゆうこっち、なんていうか、始まりの一点やん。エリア内のでここは、おそらく現在空論となっているエリアを以前資料映像で。だから、この胸の奥が、キュッ、それは、私たちが、私も信じられなかったけど、この先に、答えを知れると。始まりのエデン。あ、敵出るんか。出るんかな。でも結構強いんじゃない。行きます。うわ、ホールエンジェルもや。じゃんじゃん、続け。強っ。パンチだろ。これも、あれ使おうぜ。何もつけてへんぞ、こんだけ少ないな。これ使えるんか、これ。使えるやろ、絶対。え？どういうこと？あれ？え？デマ評価。それは使えるからな。あれ使われへんのか、光るじゃないか。知りませーん。はぁ、おや。使えて。無理やわ。うわ。いや、これメンバー、変えな。いや、もうこれでやろ。レベルやな、別に。突き進みのみでごわす。頼む。次出るな。結構長かったりして。ちょっと待って、ちょっと待って、コシヤマさん。アイテムか。でもアイテムもいらんちゃいらんのやな、もう。メモリアップだけ欲しいな。極上肉。極上！あ、ここは絶対敵と戦わなあかんとこない。行きます。お、何こいつ。プレッシャーもん。ああ、プレッシャー。ああ、でも知らへんやん。知っとうからプレッシャー俺。やったね。何かしらな。だから、イケメン。自分が知らんことは俺が知らんと思うな。イケメン！マイスイケメーン。あ、おやろ。自分が知らんと思ったこと俺にはそう押し付けてくんなよ。俺は知っとうかもしれんな、それは。マイストロ？ん？マイストロゲ。違うから。もうマイストロやん、お前。マイストロ次回の仲間たちってクソかっこいいタイトルつけてもどうやん。かっこやろ。で、いつの間にかあれやったな。ルーチェもスピード勝っとんやな、オーグレイも。まあ、それ超究極だからそこはもう勝たない、逆に。素晴らしさでもそんな速くないけどな。190走って。高いけど190出して結構。ですかね。すいません。お前何も分かってないくせに言うな。おう。めっちゃ敵出るやん、こう。ほら、こう。私たちならきっと。ほら。ユアニアトーンメント。私たちは無敵だよ。これ、通常で3800くれるってことやもんな。やばいな。3800っていうのがもうなんか少なく見えてもとうからな。確かに普通に考えたら多いんやけど。あ、あるやん。フルリバイブスプレー。一瞬マックで回復ってことか。やばいな。しかもスプレーやから全員か。やばすぎやろ、あれ。いくら全員をフルで回復っていう。てん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 。おー、まあ、究極体ばっかなここも。ディバイ。ブレイブ。ブレイ。じゃんじゃん、続けー。来たかいー。おー、全員来た。ハレミー。強っ。ハレミー。半属性であるけ。半属性ちゃうやろ。0.5 じゃなかったっけな。ちゃうんかあれ。はい、こいつもちゃうで。ブラックオーグレーもそうやけどな。こう。ひもや、ほんま。ひもや、ハッパーで。バンドエージ系。お。死人体じゃん、死人体。で、振ってやん。おぉ。思い出した？面白いもの？それがあるかもしかして。いいだったってこと？さあね、マイスン。マイスン？お、
あ、これか。大丈夫だってば。そんなことだけど、もし、大丈夫、大丈夫。え？あ、見ろよ、本当か、新た。うん、行こう行こう。光行かへんじゃん。あ、行くんや、光も。あ、これデジタルワールド入ったってことか。これ多分あれやな、イーターも一緒に入ってもらったことない。そうじゃん。いいのかい。え？いいか。その光の向こうには失われた。おお、来た。ユコ。お兄ちゃん。本当かどうかはイーターが生み出す。どういう。8年前、エデンのベータで精神データを吸収されて、でも僕の精神データは消滅。ある場所、詳しくは言えない。デジタルワールドのある場所とだけ。デジタルワールド。その場所から僕は君たちを見守って、時には姿を見、あ、それって、あれは僕の記憶、正体が幽霊じゃない。別に。それじゃあイーターの質、僕とイーターは言ってみれば同一の、イーターとは子にして、全てのイーターはあらゆる記憶、あらゆる情報、僕もそのネットワークの、だからイーターがいるところには僕もいる。お兄ちゃん。ユコ、この光の先にあるのは、真実を知るのは、私はたく、そしてだから、はわっ、キューって。え、な、何をと、お、そうか、は気をつけるんだよ、僕がいるところには。俺がいるところにイーターあり。待ってて、お兄ちゃん。その時は、あた、もちろん、みんな一緒。おお、もういけるやん。まる。いよいよ、ライゴ、明らかになると。はい、やろう、たぶん。はい、ノキアさん。ふん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 。彼女たちの反応までもロストしたか。ん？また行け、それ出てこんの、最近。待てよし。長きの空白に終わりを告げる時だ。え？おお、デジタルワールド来た。これ襲われたってことか。ここがとても綺麗。ノキア。ガブモアグモ。ねえねえ、えへん、あたしノキアだよ、僕アグモ。お、俺は。そっちこそ変な名前。ふんだ、変じゃな。おお、全進化系、進化前のやつや、ほんまや。変なのがいっぱいだ。変じゃないよ。そう。ねえ、アグモンが、私たちね、今だ。いいよ。グモン、カブモン。はあ。ねえ、そろそろ戻らないと大人と。はあ、楽しかったな、絶対。ま、イーター来るんか、ここで。どこでやろうな。え？何？え？来る。いいじゃん、来るんけ。来た。
ここにいちゃダメだ。早く逃げよう。来た道を戻るしかない。けど大丈夫だよ優子、僕があいつを引きつけるから。その間に お兄ちゃん、あなた、みんなを頼む。優子、そうだ。え？食われたんけ。なるほど、強さ求めたのか。ここは、だからユーゴは、俺はみんなを守ったんだ。こうするしかなかった。もう出た。兄さんは、ひょっとしてあのイーターは、私…その通りだ。来た。自らの犯した大罪、記憶の封印をわざわざ解いて。イーター、貴様らは不用意に出アマツさえゴミを残したままと。その時いいぞ、怯え。この感じ、お姉さん、ゾクゾクし…未来を選ぶ、そんな不確かな可能性を私は信じよう。アニメーション来た。え？え？これ出しまったパターン。うわやばい。おめえ、あれやこれ。おめえがもんや。ちゃうくない？デジモンやった。ロイヤルナイズやった、もしかして。かもしれんな。やばい。オメガモンの黒色バージョンや。ちゃうやん、全然オメガモンと。いや、そうやろ、多分これ。ブラックオーグレモンとブラックガールモンの。いや、ちゃうやろ、絶対。私たちを守ってくれるの。まさかやろ、これ。誰やねん、これ。その人間ども。私も、お前と同様。人の肉体に宿り、人と沿ってきたデジモンだ。ゆえに、私は飛ぶ。とんでもないエラ。人間なり、私の肉となった女も、すべからく醜悪かつまる人間は。確かに人間は、時に。しかしそれは、そして人間とデジモンの一面でしかない。人間だが、無力なものを踏みにじるものが届けつもり。やれやれ、誇りた。おざくの、私にもわからん。来るがいい。やはり戦いを望むか。
手を貸してくれるかな。それとも奴の望み通り。ちょま、え、私たちのこと知ってる？私の特製ブレンドを飲まないと思い出す明太子とマヨネーズ。京子さん。さあ、我が助手よ。君の。うちやばいな。デジモンパターン。マジでデジモンだなこいつ。やばいやろこいつ。まさかやな。俺オメガモンの黒レアモンのけんなこいつ。いや全然ちゃうけどオメガモンと。こいつ本気バージョン。強いこいつ。あ強なった確かに。そりゃ。塩大グレモン。ただの探偵だ。死がない。さて、そろそろ終止符を打たせてもらおう。待って、私に。なるほど。いいだろう。はい、お願いします。ゴミの分際でこの舐めるな人間。え、進化せへんや。もうこれで終わりか。ラストやな。逃げない。あなたなんて怖くない。そうそう、全員だ先に来やったでしょ。うぜ。弱いな。弱いな。あら、防具量も強すぎるもんな。やばい。ててぃ。フォーグレモン強さ。頼む。おいやん。ビート系のやつ欲しいな。終わった。かんな。弱いな、こいつ。てぃ。今日が何なんやろ、あのデジモン。やりましたね。あいつのデジモン誰が予測したの？無理やろ、あれを予測するのは。でもまさかロイヤルナイスとは。やばいな、展開が。全然読めへんかったな。なぜだ。それが、そう信じたから、聞かせてもらおう。お前たちは、ルフと、私が、パラダイスロスト計画で使用したデジタルラインを利用し強大な力を得て人間との融合は貴様と私も。さようなら。いえ、今度こそ私あなたのバカそのキャラ作り。あら、っていうか、ヘド。終わった。ゆうこっち。では諸君、君たちも私に聞きたいことが。てか。私の入れた、え、八丁味噌クリームチ未発表の新作だが、なか、ひゃー京子さんって、京子さん、わさびだけは、そこです。この展開はすごいな。いやー、ちょっともう。一気に進んだな。恐ろしい展開やな。終わりで。終わりです。はい。じゃあ今回はここで終わって次またこの続きからやっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。